どうも、のりくんです。今日はスタッフが毎年作ってるという超簡単、超美味しいチョコクランチ作っていきたいと思います。材料はこちらです。マシュマロ 100g、 コーンフレーク 100g、 バター 48g、 チョコ1枚。まずマシュマロを刻んでいきます。マシュマロを、細かく刻みました。次にチョコを砕いていきます。マシュマロ、チョコ、バターをフライパンに入れて加熱していきます。溶かしていきます。はい、そうしましたら、コーンフレークをフライパンの中に砕きながら入れていきます。はい、そうしましたら1杯ずつスプーンですくって固めていきます。はい、2時間冷凍庫で冷やして、こんな感じです。で、これでラッピングしてプレゼントしたらいいと思います。ラッピングしてみましょう。最後までご視聴くださいましてありがとうございます。チャンネル登録ボタンよろしくお願いします。それではまた会いましょう。